シンガポールの日清食品、明星高麺チキン味、ノンフライ麺に液体および粉末スープがついています。麺は細めの扁平断面で、ちょっとふくよかさに欠け痩せた印象があります。香りや食感はまるで70年代における日本のノンフライ麺のようです。明星食品で言えば昔のチュン麺や麺吉を思い出し、懐かしさを感じます。スープは鶏ガラと薄口醤油を合わせた感じで、刺激が少なく上品な口当たりです。わずかにニンニクの香りもあります。ハラル食品で豚肉エキスを使っていないためか、力強さに欠ける印象もあります。インドネシアでこの製品が売られているということは、健康食品への需要があるのだと思います。